クーロスのコルビル子者区は、イギリスの子者区位。連合王国貴族死者区位。スコットランド貴族の、第10代クーロスのコルビル教チャールズ・ジョン・コルビルが1902年に、上されたことに始まる。現当主の5代子者区、チャールズ・コルビル・サー・ジェームズ・コルビルが1604年に、スコットランド貴族として、クーロスのコルビル教に上されたことが子爵家の講師である。その後、 爵位は四大教上まで順当に初代教直径の男系子孫で継承されていった。1680年に彼が死しなく没したが、その承継条件は初代教の男系子孫であったため、いとこのアレクサンダー・コルビルが五大教位を襲った。さらに五大教の系統で爵位の継承は続いた。彼の孫にあたる七大教アレクサンダーはイギリス海軍の巧妙な提督で、 7年戦争に、際しては、ケベック包囲戦闘を指揮している。また彼の老いである九大教ジョンも、海軍軍人で、王立海軍の白色大将に登ったほか、1818 18年から1849年まで、スコットランドの貴族代表議員を務めた。九大教の老いである十大教、チャールズ・ジョン・コルビルは、保守党の政治家として活動した。彼は1885年に、 連合王国貴族として、パース州クーロスのクーロスのコルビル男爵に除された後、1902年7月15日には、クーロスのコルビル子爵に少女した。元当主である五代爵チャールズは1999年貴族院、法制帝以降も、議席を維持する92人の世襲貴族の一人である。バニティフェア氏に描かれた、初代子爵のカ仮価カア穴を、 サー・スタンリー・コルビル海軍大将、1861から1939とは、初代子爵の次男であり、彼の三男は、巧妙な電気作家サージョン・ジョック・コルビルである。一族の邸宅は、サフォーク州、ベックルス近郊にあるウォーリンガムホールであり、コルビル家の代々の当主は、コルビル聖の氏族長を務める。現当主である。 第5代クーロスのコルビル死者チャールズ・マーク・コルビルは以下の位を有する。法定推定相続人は、元当主の弟リチャード・ジェームズ・イニス・コルビル。ありがとうございます。